キックベースボール。キックベースボールは、子供の遊び、スポーツの一種で、野球を、サッカーボール、もしくはそれに近い大きさのボールを使用して行う、ものである。略称は、キックベース。本校も以降キックベースと記す。フットベースボール、キーベー、ケッチ、ケリア級、キックボールとも呼ばれる。キックベースボールは1917年頃に、 アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティにあるシンシナティパークプラグラウンズの管理者であったニコラース・シースースによって考案された。1920年から1921年頃にキックボールは若い男女に野球の基礎を教えるために公立学校の体育教師によって使われていた。この頃、ボールにはサッカーボールあるいはバレーボールが使用されていた。 10人から13人の選手によって行われ、競技場にはボールがキックされるまで入ってはいけないニュートラルゾーンが設けられていた。ピッチャーはおらず、ボールは3フィートの円でできたホームエリアからキックされた。ボールは5フィートラインを越えて飛ばなければならない。走者は一塁だけ進むことができた。チームの全員がキックし終わった後に、講師交代とされた。この当時は、 野球と同じ競技場で行われていたが、類は野球の二塁の相当するものだけだった。そのため、複数の選手が一つの塁の同時に止まることがあったが、最後のキッカーが蹴り終わるまでに全員ホームに戻る必要があった。また、野球のショートに相当するポジションが二つ、一塁と二塁の間、二塁と三塁の間あった。アメリカ人の第二次世界大戦特派員。 アーニー・パイルは1942年から1943年度の間、合衆国の兵士によってキックボールがプレーされたと伝えている。キックボールは韓国の若者の間で人気がある。足野球として知られており、小学校の体育の授業で行われる。キックボールはカナダのある地域ではサッカー・ベースボールと呼ばれている。日本では小学生の間で人気がある。 スペインのバダホス、サンビセンテであるコントラの街では、この競技は、ベイズボールパイあるいは、ベースバルパイ、どちらもフットベースボールを意味すると呼ばれており、小学校で行われている。キックベースボールは、ラテンアメリカでも人気がある。しかしながら、これらの文化では、娯楽のスポーツでさえも、しばしば男女別であるため、ほぼ例外なく、女性によって行われる。例えば、 盛教な女子キックベースボールリーグがベネズエラやコロンビアに存在している。野球とルールは似ている。投手はボールを投げるのではなく転がし、打者はこれを蹴って、野球でいうところのバッティングとするルールもあれば、投手が存在せず、打者があらかじめ本類に置かれたボールを蹴るといったルールもあるなど、地方によって様々なルールが存在する。発祥は、 千葉県市川市で子供会活動を通して普及したとされる。1992年から1995年にかけてフジテレビ系列で放映された夢がモリモリでは芸能界等の著名人がチームを編成したスーパーキックベースボールのコーナーが人気を集めた。2005年には日本テレビ系列のひらめスジボールドでもキックベース対決のコーナーが設けられていた。 地方で様々なルールがあるが、日本フットベースボール協会が全国共通ルールを定めている。ボールも専用のものを定めている。全国共通ルールによると、野球のように1塁、2塁、3塁、本塁という4つのベースを設け、ボールを蹴ったキッカーは1から3塁を経て、最終的に本塁を目指して走る。野球と同じく、守備者が蹴られたボールを、 ノーバウンドで補給したり、ゴロは補給して、キッカーより先に一塁に触れたり、ボールを持って、キッカーにタッチしたりして、アウトにすることができる。また、ボールを当てることで、アウトにすることもできる。ただし、至近距離から強くぶつけることは禁止。ドッジボールの能力、取る当てるが、守備側に要求される。フォースアウトも存在する。キッカーは、ファウルボールファウル。 カラブリなど2回でアウトとなるが3回でアウトとするルールもある。3アウトで攻守交代。全国共通ルールでは試合は7回制だが5回制としているルールもある。全国共通ルールは11人制で野球のポジションにセンターフォワード、ライトフォワード、レフトフォワード、ファースト、セカンド、ショート、サードの選手よりキッカーに近いポジションを加え、 ピッチャーを省いている。この他、野球と同じく人生、七人生、五人生などがある。キックベースでは、サッカーボールほどの大きさのボールを蹴るが、ボールの飛翔範囲は守備者が十分カバーできるため、本塁打は難しい。本塁打を狙ったキックをすると、ほぼフライになってしまうため、サッカーのフリーキックのような、 速くて勝つ放物線を描かない直球的なキックが要求される。また、ルールによってはバントも可能。サッカーのトラップと同じように止める感じで打つと、セーフになりやすいが、地方によってはバントは試合として、面白みに欠けるので、禁止にしているところもある。守備側としては、相手はボールを蹴るため、投手が存在する。ルール下では、当然投げる。 転がすボールのスピードは速ければ速いほど良い。打者のタイミングをずらすためにカーブなど回転をかけて投げる場合もあるが、スピードが遅くなるだけでなく、コントロールも難しく、バウンドしやすいためにあまり投げない方が得策である。地域によって全く別物のローカルルールが多数存在するのも特徴である。これは全国大会など統一ルールの下での大会がないため地域の 指導者たちが、それぞれの知恵を絞り、より楽しく、より安全にゲームを行おうと考えた、独自性の現れでもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。